コーチングラボ。今回はですね、前方からのスイング解析、前方からの動きを見てですね、分かることというのを皆さんにご紹介したいなと思います。コーチングラボではゴルフスイングベターを使い、トップアマチュアの古賀拓実くんのスイング解析を行います。前方映像はですね、一般的にはどういうことをチェックするかというと、要は皆さんリバースピボットとか聞いたことありますかね、アドレスからトップに対して、いいですか、このように骨盤が右に突き出て頭がこう左に突き出てしまって、かしげている状態、こういうふうに上がるのをリバースピボットと言いますが、こういうふうにリバースピボットになってしまっていたり、逆に骨盤が引けてしまっていたり、こうやって前から見る映像というのはこう前後動、こういうたわみがあるかないかというのをチェックするために使います。はい、まずはアドレス時の頭のポジションに丸を書いておきます。そして右股関節上にもうアドレス時のポジション、そして左股関節上にアドレス時のポジションを記載しておきます。そしてですね、丁寧にやるのであればこの膝のポジションですね、スイング中に、膝が動きすぎたか動かなかったかというのをまず確認するための丸を書いておきます。そしてこれをどんどん動かしていきますね。いいですね、右サイドにウエイトが乗っていきながらも、右の膝のポジションが変化しない。はい、これトップオブスイングです。100点の形です。右の膝が基本的には伸びないで元の位置にいようと我慢している状態。トップオブスイングの、この股関節のポジション、ここにしっかりと乗っているので非常にいいですね。そして頭の動きですね、頭の動きも古賀君の場合はアドレス時から、トップオブスイングまで、そうですね、3分の1個ぐらいの移動量しかありません。ですから非常にいいトップオブスイングだというふうに言えますね。そしてダウンスイングに入ってきます。この時ですね、少しだけ下半身が先行しすぎてしまうがゆえにですね、体が若干傾いてしまいます。この結果クラブが下から入ってきてしまうわけですが、これをですね、少し抑えることで、後方映像から見たようなあのクラブの寝るという動きですね、ここが抑えられるようになってきます。ただこのハンドファーストで当てられることで、これ非常にいいですね。手が前で当たれば非常に効率がいい球が打つことができます。多くのアマチュアというのはハンドファーストでなくハンドレートで当たってしまうことが多いわけです。これがエネルギーが逃げてしまう要因になるので、やはりですね、ドライバーにおいてもハンドファーストで当たるというのは非常に大事なファクターになってきます。ただし体全体が少し傾いてしまうということがやはりですね、クラブが下から入ってしまうマイナス要素になるので、古賀君の場合はここが修正要素だなというふうに思いますね。そして力感のあるフォロースルーから綺麗に最終的にはフィニッシュに立ち切っています。このように各自プレイヤーでもね、あのトップ選手でも、直したい場所というのがあるわけです。前方映像を見て、皆さんもぜひですね、ぜひ、素晴らしいスイングを身につけてみてください。